こんにちは、ボイスロイドのゆずきゆかりです。こんにちは。海外だとこの絵文字はエッチな意味らしい。実は前々からそう思ってたとかいう変態は、罰として年の数だけスクワットしろ。キズナあかりです。それでは本日のニュースはこちら。話し法、ヤフコメ民、独身友達なしのニュースにめっちゃ反応する。なぜこんなにもコメントが集まったのでしょうか。とあるニュースにおけるヤフコメ民がなぜか長文お気持ちコメントを連発しています。記事のタイトルは、独身おじさん友達いない問題が意外に深刻、会社以外ではいつも一人ぼっちの中年男性はどうすればいいのかというもの。記事の内容としては、40代で会社以外で友達いない、独身男性、友達欲しいけどこの年で相手の連絡先聞いたりするの恥ずかしいしなという人によっては結構どうでもいいもの。しかしな、ぜ、か、コメントが7000以上つき、ヤフコメ民がとてつもなく大きな反応を見せています。大学の友人は一生の友人とか言われてたけど、そもそも社会人になればほとんど会わないし連絡もなくなっていく。それに普通に仕事してれば自由な時間なんてせいぜい1日6時間くらい、その時間も誰かとつるんでいたいとが多めない、以下省略。友達がいる大きな利点は、一緒に会話して喜びや悩みを共有できたり、一緒にいろいろな場所へ出かけて楽しんだりと精神的な心の豊かさや安定を得られることだと思う。それでもいいことだけではない。日頃から相手を思いやったり気遣ったり、意見が合わずに衝突することもある。その問題を解決するのだって自分の大切な時間を相手のために使わないといけない、以下略。友達というものが何なのかによるのではないか、以下略。子供の頃のいじめが原因で、以下略。これはヤフコメ民に森があると思うよ。今の世の中って友達の数イコールリア充度みたいなとこあるけど、その価値観自体が本当に正しいのだろうか。友達がいれば一緒に遊びに行ったり自分の知らないことを教えてくれたりというメリットはあるが、同時にその人間関係を維持するために相当なコストがかかる。さらに大人になり社会的地位に差ができるとそのコストはさらに増大する。友達がいないと人生楽しめないという価値観はもはや過去のものではないだろうか。はい、そうですね。ところでなんでこんな長文お気持ちコメントしたの？あかりさん友達いないの？あ、普通にいるし、というか静岡県民全員友達だし、友達多すぎて逆にもう誰が友達かわからないくらいだし。そうですか。コメントが多いことに関係あるかはわかりませんが、ヤフコメ民はちょうど40から50代の中年男性が多いみたいですね。ネット民の反応は、何を一生懸命言い訳してるん？聞きすぎやろ。こういうのは黙ればいいのに、なんで顔真っ赤にしてコメント書くんやろ。答え合わせかな？等の意見がありました。個人的には、まあ別に今回に関しては、特にヤフコメ民は変なこと言ってませんし、誰かを攻撃しているわけではありませんから、全くどうでもいいですね。皆さんはどう思いますか？よければコメントくださいね、定期。ゆかりさんは友達ってどう思うの？友達が多ければそりゃ楽しいかもしれないけど、様々なコストがかかることも事実だよね。私は友達との付き合いでコストとかメリットデメリットを考えませんから。なるほどね。ヤフコメ民を聞いたか。これが友達のあり方、そしてこれが。ゆずきず。いや、そうはならんやろ。それでは最後に謎かけを。友達との出会いとかけまして、お賽銭と解きます。その心は？どちらもご縁がいりますね。ご視聴ありがとうございました。